ですが大事なところで鳥谷選手もそうでしたし、はい、檜山選手もそうですが、はい、新井選手、うん、僕だから、まあ、新井君はまだ前に飛ばしたんですけど、まあすね、ワンアウトドチャンスのところで三振をしました。インタビューですね。テレビラジオの前のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは10回の裏見事な勝ち越しタイムリー、田中圭介選手です。まずは今の気持ちお願いします。すごい興奮してます。10回の裏満塁の場面の打席でした。どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか。前のバッターの方たちがこれ以上ない美味しい場面を作ってくれたので、僕はもう本当それに乗っかって、打つだけでした。まあ1点の重い試合でしたけれども、本当に最高の場面作ってくれましたね。本当にピッチャーがすごく頑張ってくれてて、なんとか、ね、打者で点取りたかったんですけど、まあ、なかなか取れなかった中でこう踏ん張ってくれたので、こういう結果になったと思います。まあ、田中選手はこれで10試合連続安打中ということで、非常に打撃の調子もいいですけれども、好調の要因はどの辺にあるんでしょうか。まあ、やっぱりきっちり生活しているので、規則正しい生活をしているので、それだと思います。やはりプライベートの充実というのもあるんでしょうか。まあ少なからずあると思います。そして今日はスタンドからも両チームのファン応援合戦も素晴らしいものがありました。ファイターズのファンの応援後押しになったんじゃないですか。本当にファイターズ来た時は阪神のファンの方が多かったんですけど、少しずつファイターズファンが阪神ファンを上回ってきたので、もう阪神と試合している時も、ファイターズファンにいっぱいしたいですね。さあ交流戦はこれで折り返し点に入りました。2巡目の初戦を白星でスタートできたわけですが、これからに向けての抱負お願いします。本当に厳しい戦い続きますけど、まあ、今年はこういうドラマチックにね、やっていこうと思ってますので、またこれからも応援よろしくお願いします。今日のヒーローは田中健介選手でした。サヨナラヒットの田中健介選手、まあ、今年は和田監督にしても栗山監督にしても、まあ、水上さんもキャンプの時から1点をどう取るか、1点を取るためにはどうしたらいいかというのをものすごく言ってキャンプからやってきましたよね。